はい、どうも、スタンプラントの荻野と申します。田村です。よろしくお願いします。あの荻野鉱山というちょっとあの鉱山がありまして、そこでですね、はいはい、あの私働いあの運営してまして、あの、はい、荻野鉱山であの金を採掘するというのをちょっとやってみたいと思います。えらい大変な仕事してますね。大変な仕事してます。こんなクソ暑い時に。はい、ね、はい、熱中症大丈夫ですか？大丈夫です。水分補給してもらって。大丈夫です。大丈夫です。はい、その話を教えてくださいよ。まずですね、はい、あの鉱山にこう入っていきますよね、ザーッと、はいはい、入っていた時にですね、あの人力車みたいな人力用具でこう動かせずにザーッと入っていってですね、はい、あの金鉱山を取っていくわけなんですけど、金をですね、採掘するわけなんですけど、はい、で採掘していく時にですね、熱いな熱いなって言いながらですね、中にダイヤモンドがボッと入ってる場合があるんですね。ボッと、はい、はい、でまあ黒い石ですので磨いていまして、うん、ずっと磨いていまして、しまいに顔も磨きながらこう磨くということをしてまして、うんうんうん、でまあダイヤモンド顔磨かんねえんじゃないですか。そうですね、汚れますね。顔磨かんと、ダイヤちゃうわ、金磨きなさい。汚れますね、はい、顔が汚れますけど、はい、まあそれで金鉱脈をバーッとこう探していくという、はい、まあそういう作業なんですけどね、はい、どうですかね、あの金鉱脈を見つけてみたいと思いますか？見つけてみたいです。教えてください、その鉱脈。あのダウジングの工法でありますよね、はい、ダウジングをしながらその金鉱脈どうやってやるんですか？ダウジング、ダウジングこうこうなってますよね。で、うん、その金鉱山が出てきた時にこう、うん、長く触れるという、うん、こうなるんですか？そうそうそう、そうやって見つける。まあ古墳も見つけたことあるんですけどね。古墳も、はい、で古墳の中入って採掘するんですか？そう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 、まあそういったあの採掘なんですけどね、はい、まあなかなかあのおもろいもんでですね、はい、あのオチがないですね。いやいや、あのおもろいもんでですね、はい、今まあそうやって金鉱山とかを探してるわけなんですけども、はい、どうです、あの金鉱山もいいんですけども、なんかあの面白いことなんかありました？金鉱山にまつわることで。それで言ったら生野銀山、はい、行って涼しかったですね。そうですか。夏はいいんちゃいますか？あ、いいですね。めちゃくちゃ涼しいですよ、あいつから。いいですね。うん、あの、ゴールドラッシュ、そのゴールドラッシュのザーッとこうある時代がありまして、あの、アメリカの方でですね、はい、あの、金鉱脈ラッシュがありまして、そういう時代の時にジーパンがパーッと出てきて、できたという話があるじゃないですか。はいはい、で、おばあちゃんのパンツもできたという、はい、ことは、はい、まあ、それは冗談ですけどね。デニムのパンツ。デニムのパンツ。おばあちゃん用のデニムのパンツ。ああ、いいですね。それを、まあ、あの作ったりとかしながらですね、はい、あのゴールドラッシュ乗り切ったっていう話あるんですけど、はい、あれがあの今で言うあのリーバイスですね。ああ、なるほどね。はい、ほんでそこで、まあ、作業着や、そう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 、ね、でリーとか、まあ、色のラングランとか、まあ、いろんなそのボブソンとか、まあ、いろいろそのジーンズにまつわるその企業ができて、うん、今のジーンズ業界になってるわけなんですけど、はい、あれジーンズもこれはあの製作しますと結構難しいんですよね。あの、うん、ボタンをこう金槌で打ちながらこう、はいはい、作っていかなければいけないからですね。あれボタンのチャック嫌ですね。ああ、はい。でもあれ、おしっこしたい時大変じゃないですか。そう、でもあれ難しいんですよ、あのボタンをこう作るのがですね、うん、で不思議やな不思議やないうことでその、うん、ジーンズをその作りながらですね、顔にジーンズごとかぶったということもありましたけどね。何やってるんですか？冗談ですけどね。はい、で、まあ、ジーンズをこう、ザッ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 と作りましてですね。はい、あの、そのジーンズを、その工場で出荷してですね。はい、販売するのは、だから、荻野銀山でも、そういう荻野銀山というところでも、まあ、ジーンズを作ったりとかですね。はい、あと、スクラップパンツを作ったりとかですね。はい、まあ、いろいろしてるわけなんですけどね。なんで今その鉱山にハマってるんですか？鉱山にハマった理由ですか、はい、それはですね、その鉱山の中で石、ガラクタのような石がですね、はい、輝いたりとかですね、はい、そういうのがもう間近に見るとやっぱり興奮するんですね。あのもう自分のようやいうことですか？自分のようっていうか、あの自分のその銀山とかのですね、はいはい、あの鉱山のそのあの輝き、その石から見えてくる輝きっていうのは人の輝きと似ててですね、はいはい、ガラクタのようなも持ってきてもそれを磨いたら光るということで、なるほど、そういうふうな、なんかいろんな勉強もできるわけなんですね、はい、まあそういうことなんです。なるほど、はい、またちょっと金取れたら私にも そうですね、分けてくださいよ。そうですね、はい、
まあそう言ってもね、それで、宝石店がこうダーッとありまして、宝石店でダーッとダーッとこう金を売ってですね、はい、で、まあその金をどうするかっていうことで、まあ荻野金山で書いてある金をですね、わーっとこう売りに出したりとかですね、はい、まあそういうこともできるわけなんですよ。なるほど。まあなかなかいい、採掘現場やったんで、まあいいですけどね、はい、まあジーンズだけにジーンズということで。あ、お後がよろしいので。